ディノポネラ族は、ハリアリアかポネリ内に分類されるアリの族の一つ。南米に固有で、働きアリが世界最大級になる種を、はじめ、八種を含む。恐れハリアリ族とも呼ばれる。学名のジノポネラはギリシャ語で、恐ろしいなどを意味する、ディノスと、俗名、ポネラに由来する。ブラジルでは、大型のハリアリアカのアリを、ターカンディーラと呼んでおり、 パラポネラパラポネラクラボタがトゥルーターカンディーラとされるのに対して本属のアリはフォルスターカンディーラとして毎種特別される。本属は南米に固有である。ペルー、エクアドル、コロンビアに位置するアンデス山脈東側の山地熱帯雨林からブラジル、ガイアナ、ボリビア、パラグアイ、アルゼンチンにかけてのサバナ及び低地熱帯雨林で見られる。ディオストラリスは 本属の中で最も分布域の広い種とされる。種ごとの基地の産地は以下の通りである。D. ルシディ標本の東部本属の働きありは全長が2 5トル以上になり、属内で最も大型の D. ギガンテアの働きありは全長3トルを超え、大きなもので3 6トルに達する。頭立てには2本の特徴的な突起を副端部のピジディアムと ハイポピーギジウムには、列状の微細なトゲを有し、体サイズとこれらの形態的特徴によって、他の属と区別される。体色は黒。大和語にはおよそ5、または7本の葉を有する。体表に、合毛は豊富で、前足節の基部背面には、金色の合毛が密に生える。本属においては、働きあり階級と、形態的に区別される女王あり階級は見られない。本属は、 形態的に特殊化した女王アリ階級を二次的に創出しており、生殖は交尾、産卵度を有した働きありによって行われる。本属においては、デークアドルセプスで研究がよく行われており、コロニー内で最も順位の高い働きあり、いわゆるアルファメスがガマゲートとして独占的に交尾、産卵を行うことがわかっている。ガマゲート以外の働きありも、 生殖の自体は有するが、ガマゲートによる順位行動および働きありによるポリシング行動によって実際の交尾、産卵は抑制される。コロニー内にはガマゲートの他に行為のメスが数個体よりアルファの繁殖力が低下したり死んだりした場合、この行為の個体のいずれかがアルファと置き換わり、後継のガマゲートとなる。未交尾のアルファメスは夜間、 巣の外に出て、オスありと交尾を行う。オスの腹部は、メスのさらなる交尾を防ぐための交尾線として機能し、ガマゲートは交尾後は、巣の外に出ないと考えられるため、本属は単根性と考えられる。コロニーの規模は一般に小さく、種によって異なるものの、100頭未満でコロニーを構成する種が多い。巣は土中に作られるが、 分布や密度は生息環境によって異なる。D クアドルセプスでは、カンガやセラードのような乾燥した環境では、種として木の下に巣が作られる一方、大西洋岸森林では60%の巣が木から離れた場所に形成されていたことが観察されている。D ニガンテアと D クアドルセプスでは、生きた獲物の捕食や植物の種子、果実の接触も確認されているものの、 主として、無脊椎動物の死体を餌とすることが示されている。生きた獲物の捕食の際、獲物が大きく強く抵抗する場合には、微端の毒針を用いることがある。飼育環境下にある D ロンイプスでは、ピンクマウスやヒヨコなどの脊椎動物の捕食も確認されている。餌の探索は各、働きありが単独で行い、餌の捕獲や運搬に際して、 働きあり間の協力行動は観察されない。D ギガアンテアでは早朝と日中の午後に、D ロンイプスでは夜間に最も活発に餌の探索を行うことが観察されている。本属の働きありは餌の捕食の他に外敵から身を守るためにも毒針を用いる。働きありが人に対して積極的に攻撃を行うことは基本的にないが、 時に人に対する死傷被害が発生することがある。d ニガンテアの死傷報告では、刺された直後から激しい痛み、霊感、吐き気や、倦怠感、貧脈及びリンパ節主張が、3時間後には、血便が見られ、激痛は8時間後まで軽減せず、軽減した後も24時間程度は、痛みが継続したという。一方、D ロンインプスによる、 師匠は D ギガンテアや P クラボタによるものと比べて相対的に軽いものであるとする報告がある。一般にアリ毒は8毒と比べてヒアルロニダーゼの含有量が小さいが D ギガンテアの毒には例外的にヒアルロニダーゼが高いレベルで含まれるとされる。また D オーストラリスの毒液には75を超える固有のタンパク質成分が含まれるという。ブラジルでは 本属を破砕したものや本属の持つ毒を民間薬として用いる場合があるという。D クアドルセプスの毒がマウスに対して抗心外需要作用を示することを実証した研究もあり、本属の毒を医療目的で利用することが可能である可能性も示されている。ありがとうございます。